まだ実感がなくて、ただもう次への準備をしなければならないと思うので、ここでしっかりと気持ちを切り替えて世界大会に向けて準備をしていきたいと思います。まだ未だに日本人が優勝していないので、私が優勝してまた日本を盛り上げられればと思います。